こんにちは。株式会社ネクストリーマーの田島と言います。今日はこういうタイトルで発表させていただきます。なんか実はネクストリーマー東京本社の人なんか忙しいらしくて、僕今日高知から来てます。で、来る途中で腰を痛めたらしくて、なんか時々変なうめき声入ったらすみません。一応会社の紹介です。株式会社ネクストリーマーは台湾に軸を置いて人工知能の研究や開発を行っています。こちらにあるのが見習いって呼んでいる対話エンジンで、この画面自体は、高坂サービスエリアっていうところにネクスコさんと小池屋さんと協力して、実際そこに行くとディスプレイにこれが映されていて、マイクでトイレの場所を教えてって聞くと、このポリンキー君たちがあっち行くとあるよとかって教えてくれるような、そういう対話型の、なんだろう、案内板みたいなものになっています。それからこちらが AI 侍って呼んでいて、まあ、同じような対話エンジンを中に持っていて、まあ、鎧がしゃべります。まあ、これは主にプロモーション用とかに使っていて、まあ、特に外国人が来るようなイベントに持っていくと、まあ、大人気です。で、アイノンさんの方で、今日記事を書いてもらいましたので、もしよろしかったら見てください。はい。で、今日の発表内容です。もしかしたらここら辺に来てる方にとってはもう全部当たり前みたいな話ばっかりになっちゃってるかもしれないので、もしそうだったらすみません。先ほど の AI 侍とか、あのポリンキー君たちは一応その、なんだろう、昔からよく研究されているルールベースの対話システムっていうもので、まあ、実装してあります。で、自分はそれとはちょっと違くて、まあ、ニューラルモデルを使ってあの人同士の対話みたいなものを再現できないかなっていうような研究をしています。なので、そういう自然言語処理を扱う立場として、自然言語処理に特化した特化型 AI の人間として、まあ、そこら辺について紹介したいと思います。まあ、自然言語処理とは、それから自然言語処理界隈でよく出てくる言語モデルとは何か、それからニューラルネットワークを用いた言語モデルってどんな風になるのか、それから最新の活用事例について紹介したいと思います。まず自然言語処理とは、これはまあ多分ここにいらっしゃる皆さん分かってると思うんですけど、まあ、ウィキペディアとか見ると人間の言葉をコンピューターで扱う処理のことって書いてあります。応用例としてはトピックモデル、文章に隠れされた意味を、推定するような研究分野、それからあとはまあ読んで字のごとくですけど、自動的に翻訳してくれるような機械翻訳だとか、要約を作成してくれるものだとか、音声認識とか音声合成、それから質問応答システムなどが、応用例として考えられると思います。言語モデルとは、自然言語処理の、まあ、教科書の一番最初の方とかに、まあ、言語モデルとはなんちゃらとかってよく書いてあると思うんですけど、まあ、よく言語モデルというものが出てきます。言語モデルとは文章を与えられて、それがどれぐらい日本語らしいかっていうのを確率値で返してくれるようなものです。こちらはあの岩波データサイエンスのボリューム2から引用させてもらってるんですけど、今日はいい天気ですと、今日はいい天気ですって、多分僕らが普通にそれを聞いたら、多分下の文章の方が日本語らしいなって感じると思うんですけど、そういう僕らの感じ方みたいのを実際の数値の確率値として返してくれるようなものです。で、これも自然言語処理の教科書の一番最初の方に出てくると思うんですけど、まあ、具体的な言語モデルとして N グラムっていうのを考えてみたいと思います。N グラムの N は数字で置き換えるので、まあ、ここでは2つ、バイグラムの場合を考えてみます。まあ、小学校の、これもあの岩波データサイエンスから引っ張ってきてるんですけど、小学校の国語の問題で、この太郎はしぶしぶ何々をしたの、この括弧の部分を穴埋めするような問題を考えてみます。多分小学生が問題を解くときも、しぶしぶくしゃみか、しぶしぶスキップか、しぶしぶ宿題か、どれが一番適しているかなって考えて、まあ、宿題を選ぶと思うんですけど、それを言語モデルで考えてみると、まあ、しぶしぶが与えられてくしゃみが出てくる確率、しぶしぶが与えられてスキップが出てくる確率、しぶしぶが与えられて宿題が出てくる確率を確率値で表して、まあ、やっぱり宿題がいいよねっていうふうに選ぶような感じになると思います。でこうやって、2個の単語の並び方に確率を与えているので、これは N グラムの中でもバイグラムと呼ばれています。それから、まあ、この N グラムの応用例として単語分割を考えたいと思います。単語分割は単語の間に明示的な区切りを入れるっていうタスクです。で、単語分割に関しては先ほどのバイグラムでもできるけど、もっと単純なユニグラムでも計算することができます。
ユニグラムの場合は単語が1個だけなので、それは単語の出現確率で求めることができます。でこれはグラム先生 の、 あのチュートリアル資料っていうホームページがあって、そこから引用させてもらっています。例えば農産物価格安定法っていう文章を与えられたとき、僕らは多分頭の中で自然とこういうふうに単語の区切りを、予想していると思うんですけど、これを機械にやらせてみようっていうものです。で、まあ、こうやって一個一個 の、 この単語の出現確率っていうのを求めてあげて、それの同時確率を計算してみる。で例えば、まあ、これは正解だと思うんですけど、農産と物価と格安と定法だとちょっと確率値が下がる、最も確率の高い仮説を選ぶっていうふうにやってあげると、単語の区切りを入れることができるようになります。こちらの宇山先生のチュートリアル資料では、実際にビタビアルゴリズムを使って解いてみようってエキササイズもあるので、興味ある方はやってみると面白いと思います。で、ニューラルネットワークを用いた言語モデルについて、まあ、ここら辺も分かってる話だと思うんですけど、自然言語処理だと、よく、こちらのリカレントニューラルネットワークっていうのを使います。まあ、他にも畳み込みニューラルネットワークとかも使うんですけど、まあ、最初にみんなこっちから入っていくようなイメージがあります。でリカレントニューラルネットワークっていうのは、こちらが普通の純電波型のネットワークで、これに対して、リカレントニューラルネットワークでは自身の出力が自分の中に返ってくるようになっています。こっちで考えると、例えば、僕は田島ですだと、僕とか和とか田島がここに入ってきて出力が出ると思います。でも今ここ3つしかないので、3つごとしか3つ分の履歴しかこちらのモデルだと考えられません。でこっちだとここに僕とか和とか田島とかが入ってくるので、より長い系列帳の履歴を覚えることができるようになっています。なので、こうやって情報を一時的に記憶することで文脈を捉えることができるっていうふうに期待されています。でよくここら辺の論文を読んでると出てくる LSTM は、まあ、RNN の一種で、RNN って系列帳が長くなっちゃった時に勾配計算をすると勾配が消失してしまう問題があるんだけど、それに対処するための機構です。まあ、これも有名なブログなのでご存知かと思うんですけど、こちらのブログ見ると、RNN モデルを使って学習させた後に、そのモデルで、例えばシェイクスピアの文章を作ってみるとか、あと Linux のプログラムのソースを学習させて、適当に C のプログラムソースを生成してみるっていうようなサンプルがここにいっぱい載っています。見ると面白いのでぜひ見てみてください。こちらがすごいちっちゃくて見えないと思うんですけど、モデルが生成した C のプログラムコードになっていて、まあ、文法はほぼほぼ合っていると思います。で、こうやってご丁寧に、関数変化とかも出力してくれたりしているみたいです。はい。で、その上で、最近の活用事例っていうのを見ていきたいと思います。すみません、のっけから最新じゃないんですけど、こちらは2014年の、論文です。シーケンス2シーケンスラーニングウィズニューラルネットワーク、これは機械翻訳の機械翻訳に対してニューラルネットワークを使ってみたっていう論文です。でここの論文の中では英語からフランス語の機械翻訳について触れられています。で、この3つの箱が、ここら辺のこの A の箱に対応します。で、まあ、これがその一つの RNN で、こちらをエンコーダーって呼びます。でこちらにもう一つ RNN がいて、こちらがデコーダーって呼ばれています。でエンコーダーの仕事は、元の文章をここにある固定帳のベクトル表現にエンコードすること、でデコーダーはそれを受け取って目的の文章を生成することになります。で、これを実際にやってみたら、それまでのフレーズベースの機械翻訳と同等かそれをしのぐ精度が出たそうです。で、多分有名になったんだと思います。で、フレーズベースの機械翻訳っていろいろとその手順が結構複雑だったりするんですけど、シーケンス2シーケンスはエンドツーエンドっていうんですけど、まあ、そんなに人の手を介さずに翻訳タスクがこなせたっていう意味ですごい注目をされたそうです。で、これは割と最近9月ぐらいの論文になると思います。Google's Neural Machine Translation System って書いてある通り、 Google 翻訳の中身らしいです。
で先ほどのシーケンス2シーケンスは、LSTM4 層だったんですけど、こちらでは LSTM を8層にしているそうです。で、まあ、アテンションについては別にこの論文で新しいものではないんですけど、まあ、アテンションもちゃんと入れてあげて、アテンションっていうのは、こうやって入力文を固定帳のベクトルにしてあげるっていうのが、まあ、シーケンス2シーケンスなんですけど、そうすると結構前の情報が失われちゃうっていう問題があったらしいです。なので、アテンションでは、入力文のベクトルももう一回使って、より遠い時刻の情報も活用することで、翻訳の精度を上げるっていうような仕組みになっています。それから、ここは僕、こちらの論文読んでないのであまりよくわかんないんですけど、道語に対応するために Word Pieces っていう機能を使ったりして、すごいいいスコアを出し、性能を出しているみたいです。で、確か日本でも、今月かな？Google 翻訳がなんかニューラルマシントランスレーション導入したらしいっていろんなところで話題になってたと思うんですけど、おそらく今動いてるのはまあこれかこれの発展版みたいなものだと思っています。それからこちらは1、2週間ぐらい前に出たのかな、ここでは これと全く同じモデルを使って、もともと言語 A から言語 B への翻訳みたいなタスクをやっていたところを多言語間での翻訳を学習させてみたっていう論文になっています。でこれのによると、とある言語の組み合わせによっては、一つの言語ペアの場合よりも良いスコアが出たっていうようなことが語られています。それから学習時に、学習時には組み合わせていなかったペアの翻訳も、うまくいったっていうようなことが書かれていました。先生早いですね。もう最後なんですけど、これもそんなに新しくないんですけど、まあ、自分その対話を実現できるようにしたいと思って、まあ、いろいろ研究しているので、対話モデルについても紹介したいと思います。でこれも多分有名だったと思うんですけど、先ほどのシーケンス2シーケンスのモデルを使って、でもデータセットを IT ヘルプデスクトラブルシューティングなので、まあ、技術系のトラブルシューティングの、対話に置き換えてみたりとか、それから映画の脚本に置き換えてみたりしたら、機械が喋ってくれるようになったっていうような内容の論文です。でこれ論文から引っ張り出してきてみたんですけど、まあ、VPN の問題が発生した時に、まず機械がこんにちは、人がこんにちは、で機械が、どんな OS 使っているのって質問して Linux ですって答えて、いろいろゴニョゴニョやった後に、じゃあ、その名前でログインして、うまく動くか今確かめてみてって聞いて動いたよっていうような、そういうなんかサクセスストーリーのシナリオサンプルが載っていました。で僕対話モデルとか全くやらない頃にとりあえずこれ読んでみって言われて読んで、おすごいもんできたんだなってすごい感動したんですけど、まあ実際に例えばインターネットから手に入るような映画のコーパスを落としてきて動かしてみても、まあ、空の色は何色って聞いたら確かに青とかって答えてくれるんですけど、まあそんなにまともな会話が成り立つような感じではないです。ただまあこの論文からもう1年半ぐらい経ってる、あ、そっか、この論文では論文中でも書いてあるんですけど、さっきのシーケンス2シーケンスはこのシーケンスに対してこのシーケンスを予測するっていうようなものなので、こういうふうな縦の方向の文脈が捉えられないような構成になっちゃっています。でこの論文からもう1年半ぐらい経って、そうやって文脈が捉えることはできないかとか、対話モデルを研究している人はまあ少なからずいるみたいで、まあ、自分ももうちょっといいモデルできないかなっていうふうに研究しています。以上です。ありがとうございます。